しできますか？今日の動画はそれを見過ごせない皆さんにお届けします。動物が人間に助けを求め、人がそれに応えた感動の瞬間をご覧ください。人への信頼を取り戻すことができますよ。周りが全く見えなくなってしまい、さまよっていた鹿が出会ったのは肉食動物ではなく心優しい天使でした。象の子供が深い溝に落ち、決断を迫られた家族は子供を見捨てるのではなく人間に助けを求めます。ショベルカーが導入され、子象は無事助け出されました。象のお母さんは全てを理解しているようです。飢えに苦しむ狼はついに人間に助けを求めます。心優しいこの男性は持っていた食料を迷わず分け与えます。この馬は不幸にも10年間日差しの当たらない場所に閉じ込められていました。世話もしてもらえず、蹄は1メートルも伸びていました。助けがなければ痛みで歩けなかったかもしれません。でも今は暖かい日差しの下を走り回っています。駐車場はもちろん子猫が暮らせる場所ではありません。でも今は新しい家族を見つけたようです。大海原でシャチの群れに追われるペンギンに逃げ場はありません。そして唯一の希望は人間が乗ったボートでした。暑さのせいでアヒルの赤ちゃんが倒れています。かわいそうですね。でもこの男性は何をすべきか知っていました。無事家族と再会できました。釣り人が釣った魚をキツネが盗もうとしています。でも男性は追い払ったりしません。お腹を空かせているキツネに分けてあげたのです。クリートの囲いの外に出られないと気づいたキツネはパニックに陥っているようです。必要なのは小さな助けです。そしてこの男性は行動に出ます。家族を追いかけていた子ガモが岩の間にはまってしまいました。自力で抜け出すには奇跡が必要ですが、その奇跡はこの女性がもたらします。助けを求める母犬の後を追ってついてきてくれたのはこの男性だけでした。そして小さな2つの命を救います。今では大切な友達です。首からタイヤが外れなくなり、アシカの仲間はどうすることもできません。幸い救助に駆けつけた人によって無事に外すことができました。荒れ野原で見つけたのは捨てられた犬です。そして彼は見過ごせませんでした。小猿が柵の間に挟まってしまいますが、仲間になすすべはありません。パニック状態の母猿は小猿を守ろうと必死です。
攻撃をかわしつつ、なんとか助けられました。消火活動が終わった家の中で消防士が見つけたのは意識不明の子猫です。小さな命もすべて平等に扱います。道の真ん中で見つけたのは脱水状態のオカメインコです。見過ごせばその運命は一つです。でも今は新しい家族に囲まれています。電線の下で女性が見つけたのはコウモリです。お腹には赤ちゃんを抱えていました。女性はその小さな命に新たな道を切り開きます。子牛が氾濫して荒れた川に滑り落ち、その運命は決まったかのように見えます。しかし勇敢な若者が飛び込み、その命を救います。Oh my god, I want to take him home. We can put him in the truck. We can put him in the truck. We can put him in the truck. Look at him. I got a chip. 今までで一番ノリの良いヒーローです。飛び立てずに漂流する白頭ワシを見つけ助けようとしますが、信頼を得るのは簡単ではありませんでした。でもこの通りリハビリを終えると再び大空へと戻っていきました。この羊は泥に埋もれ身動きが取れない状態です。幸運にも大事に至る前に見つけ救い出してくれた人がいました。鳴き声を聞きつけて駆けつけた警察官が見つけたのは布に絡まって動けなくなった犬です。解放された犬の喜びが伝わってきます。巨大なイタチザメに今にも飲み込まれそうなウミガメを見つけ、釣り人はすぐに助けてあげます。母親を失い空腹の子グマが頼ったのは人間です。男性は子グマを世話することになりました。小さなカメですが背中に大家族を抱えています。しかしこの貝殻は寄生虫を招く恐れがあるので、男性はそれを取り除き命を救っています。採石場で水を飲もうとして落ちてしまった象を救うためには特別な解決策が必要でした。さまざまなはしごを試し最終的に機能したのがこれです。もう少しで外洋に出られますが、氷に立ち往生しクジラはパニックを起こし始めます。救助隊は8時間かけクジラを氷の壁から解放しました。この赤ちゃんはこの日のことを忘れないでしょう。家族の元に帰りましょう。砂漠の真ん中でラクダの行く手を遮ったのには理由があります。乾いた砂漠のこの先 160km に水源が一つもないからです。飼い主の帰りが遅ければ37度の灼熱の中、犬が耐えられていたかは分かりません。でもこれからは家の下に隠れる必要はなくなりました。ガイドは倒れているシマウマを発見し、サファリツアーを中断します。脱水症状を起こしていたのです。参加者は水を差し出しシマウマを救いました。この男性は迷子になっていた2匹のウミガメの赤ちゃんを見つけます。海へと返してあげますが、他にもたくさんの迷子が見つかりました。
海から遠い場所で見つけたのはアザラシの赤ちゃんです。疲れ果てた様子でしたが、海に帰すと元気を取り戻しました。キツネは食べ物を探してさまよい、ホイールから抜け出せなくなっていましたが、専門家の手に委ねられ無事救出されました。乾いた井戸に落ちたワニに自力で抜け出す術などありません。しかしその命を救うために立ち上がった勇敢な人たちがいました。進化を信じるか信じないかは問題ではありません。暑い日には誰もが水を必要とします。まるで人間です。喉が渇いている時は肉食動物でさえも人に助けを求めます。子供が泣いているのに助けられない母親の気持ちを想像してみてください。男性に赤ちゃんを奪われると思っていたようですが間違いでした。爆撃で男性は全てを失い、犬は家から飛び出す暇もありませんでした。子犬の生存率は低かったのですが、救助隊は諦めません。そして奇跡が起こります。動物保護施設のオーナーの犬が吠えるので見に行くと、子猫が助けを求めていました。これでハッピーエンドではありません。次の日戻らなければこの2匹の命はなかったでしょう。この犬は捨てられただけでなく感電してしまいました。5分間に命がかかっていましたが、なんとか意識を取り戻しました。おいやー、カラーカ。どうしてこの牛が水路に落ちたのかは分かりませんが、重機がなければ助けられそうにもありません。幸いにも仕事を中断して牛を救い出してくれました。2匹の子グマと母親が狼に追われています。男性の勇気がなければ餌食になっていたかもしれません。にゃー、どうした？このカンガルーは何かに怯えた様子で一晩中水に浸かっていました。低体温症で動けず人の手を借りるしかありません。ご覧ください、まるで離れたくないかのようです。この巨大なヒレをご覧ください。浅瀬で動けなくなった10トンほどのクジラのものです。潮が満ちるまで水をかけて見守ってくれた人たちがいました。凍えて死ぬなんて恐ろしい運命ですが、このロバはマイナス40度の中で耐えていました。前の飼い主に返すのはもってのほかだったので、新しい家を見つけてもらいました。この象が邪魔をしているのは助けを求めるためです。生後8ヶ月の赤ん坊を穴から救い出すには車に頼るしかないと考えたようです。母親に駆け寄る姿に目頭が熱くなります。人間は野生動物の邪魔をすべきではありませんが、このハゲワシが母鳥を失ったと知り行動に出ます。136日間自力で飛べるようになるまでドローンで餌を運びます。ママドローンはもう必要ありません。このキツネを救うためにロープを投げつける以外の方法が思いつきません。しかしこのキツネはアインシュタインだったようです。
このカップルが見つけたのは火事で家を失い道路に佇むコアラです。2人は焼け野原からコアラを連れ出し新しい森に放してあげました。子犬は道行く人に助けを求めますが、その見た目と病気のために見向きもされません。しかしこの男性は違いました。子犬が元気になりその価値があると信じていたのです。 Don't do it. Don't do it. Don't do it. Okay, she's doing it. 倒れているカンガルーに駆け寄った時、それがどれだけ重要なことかまだ気づいていませんでした。生後7ヶ月の赤ちゃんが母親の袋の中で命がけで戦っていたのです。なぜヤギが電線に引っかかったのかは分かりませんが、その命はこの人たちの手にかかっているのは確かです。ヤギを下ろそうとしましたが失敗し、プラン B に移ります。お前も家族を持つ年になったが、家のこととなるとママに頼ってばかりじゃないか。アヒルも人間と変わらないようです。くちばしがないと目の前の餌も食べられません。しかし幸運にも 3D プリントで作ったくちばしを持つ史上初のガチョウとなりました。この小さなイルカは波に逆らえるほど強くはありませんでしたが、手を差し伸べてくれた人がいます。このヘラジカはなんと水を求めて近づいてきました。そしてその願いが叶います。この小さなキツネは自分ではどうしようもないトラブルに見舞われます。人に助けを求めるという決断が功を奏しました。ヒナの喉の渇きを癒してあげています。心温まる瞬間です。あなたが巨大なコブラで飲み物を求めて人のところに行くと水を浴びせてくれました。お人よしだな。アシワという名のキリンが暮らす島はワニがたくさん住む水面下に急速に沈みつつありました。そこでキリンをイカダで安全な場所に運ぶことにしたのです。リコ保護区のチームは数ヶ月かけて救出を計画し成功させました。ガンを患うのは人間だけではありません。ヤーリーという名の22歳のオオサイチョウをご覧ください。くちばしに亀裂が入り全部切除することになりました。人工関節の作製に成功し、さらに尻尾から採取した色素で黄色に染めました。誰もがただの妊娠だと思っていましたが、実は10リットルもの腹水が溜まっていたのです。幸運にも異変に気づいた人が救いの手を差し伸べてくれました。海岸に打ち上げられた10メートルのクジラを助けるために見ず知らずの人たちが団結します。人間への信頼を取り戻す瞬間です。密漁者に遭遇しくちばしを失ったこのワシは食べることができなくなりました。しかし医師による治療が功を奏し元の暮らしを取り戻します。川を渡ろうとした子牛が流されてしまいました。この勇敢な男性がいなければどうなっていたでしょうか。散歩中に突然犬が倒れてしまいます。飼い主は死を覚悟したかのようでしたが、通りすがりの男性は蘇生を試みます。応急処置の講習を申し込みたいと思います。猫が道端で地面に凍りついてしまったようです。猫の鳴き声を聞きつけた2人の女性が駆けつけます。猫は元気になりました。
迷子のコアラの赤ちゃんをママに返そうとしています。人間への信頼を取り戻した瞬間です。この女性は波を楽しんでいるのではなく、飼い犬が波に飲まれてしまったのです。2回目の挑戦で犬を救い出せました。岩から飛び出してしまった猫には災いが待っていました。残り少し、この車の男性が助けなければどうなっていたでしょうか。水がまだ冷たい用水路に落ちてしまった狐が人間に助けを求めています。逃げられるように枝を投げ入れますが、結局は助けに入ることになりました。イルカの赤ちゃんが浅瀬に迷い込み、岸に打ち上げられていました。この女性はそれに気づくと、すぐに海へと返してあげました。次は二度とお母さんの元を離れないようにね。路上で男性が慌てているのは、燃えている車に飼い犬が残されているからです。警察官が救助に向かいます。犬を車から出すのは簡単ではありませんでした。新しい車は変えても親友は変えません。ハチドリが時速 40km で飛んでいる時に木に気づかなかったのでしょうか。システムチェックをしているようです。この子馬は何を伝えようとしているのでしょうか。実はガードレールの向こう側に母親がいたのです。フードを食べようとした小狐は頭が抜けなくなってしまいました。たどり着いたのは心優しい人の庭でした。すっかり懐いてしまったようです。犬が急流に流されています。警察官総出で救出に向かいます。これで終わりではありません。すぐに救命処置が施されました。リスは釣り糸で遊んでいたのかもしれませんが、絡まってしまいました。糸をほどくだけでもかなりの時間がかかりました。ご覧ください、お礼を言うために戻ってきたようです。ロバがまだ生きていられるのは氾濫した川の倒木に引っかかったからです。救出に時間はかかりましたが、ロバはなんとか持ちこたえました。キングコブラがトワミに絡まり、助けがなければ喉の渇きで死んでしまうところでした。その後ヘビの専門家が駆けつけ、コブラは無事保護されました。
小猿たちは最後の力を振り絞り電柱にしがみついています。この人がいなければいつまで持ちこたえられたか分かりません。みんな無事です。二頭の象がなぜ海を渡ろうとしたのかは分かりませんが、人の助けがなければ自力で岸に戻ることはできません。二隻のボートとロープを使い、何トンもある象を岸まで誘導しました。この子グマは母グマから離れ、6日間もの間、頭にボトルをかぶったままです。怯えて木に登って逃げますが、救助隊も諦めませんでした。この小僧は自分と同じ大きさの穴に落ちてしまいました。象を救い出し安全を確保するには相当の人員が必要でした。この子グマは海が初めてだった上に自分の力を誤算していたようです。釣り船に助けてもらえなければ力尽きていたかもしれません。野生の馬が凍った水に落ち、その助けを求める声が地元の人に届きます。糞病を争う状況でしたが、重機を使い救い出します。車にひかれ、前足にひどい怪我を負っています。片足を失うことになりましたが、新しい仲間がジャドを迎えてくれました。小さなメジロザメが釣り針に引っかかりますが、近くにいたダイバーが助けてくれました。迫る濁流に犬は断念したかのように見えましたが、救助隊が総出で駆けつけ救い出してくれました。突然の火事で200頭近くの豚が閉じ込められてしまいました。その救助活動は心温まるものとなりました。潮でシャチが岩場に取り残されています。救助隊は潮が満ちるまでの6時間シャチに水をかけ続けました。今日は喉の渇きから鍋に頭を突っ込み抜けなくなってしまいました。道端に座り込み助けを求めます。救助の間も我慢強く身を任せます。この象は子供の上に覆いかぶさるように倒れています。心臓が止まってしまったのです。救助隊が応急処置をしている間も子供にとって最悪の事態を想定していましたが、時に人は奇跡を起こします。巣を作るには最悪の場所だったのかもしれません。しかし親切な人のおかげで消防士が助けに来てくれました。群れの中でたった一頭だけ凍った川を渡れなかった鹿がいました。気温マイナス14度の中、夜を明かすことはできなかったでしょう。地元の人が助けてくれたおかげで生き延びることができました。もう大丈夫ですね。泥にはまった子馬を見つけた釣り人がすぐに駆けつけてくれましたが、自力で立つこともできない 30kg の動物を押すのは簡単なことではありません。しかし無事家族の元へと帰っていきました。ヤギは自分についてきてくれとしているようです。それも子供を助けてもらうためです。 Oh my god. Come here, baby. Oh.
Come here. Oh my god, what are you doing down here? これでまた家族は一つになりました。まるで食べ物を口にしようとしません。その理由に獣医師はすぐに気がつきました。500ミリリットルのペットボトルを飲み込んでいたのです。コリーは車にはねられた仲間の助けを呼ぶために6時間道路に座っていました。そしてマシューも親友のため諦めていませんでした。動物にももちろん感情がありますよね。怪我をした猿を見つけ見過ごすことができませんでした。猿もその優しさに感謝しているように見えます。これからもずっと友達です。道端でどうやって声を聞きつけたのかは分かりませんが、確かなことはこの人がいなければ小さな命が絶えていたということです。この凍ったガチョウは一見手遅れのように見えますが、見つけた人は諦めていませんでした。少しずつ鳥を温めるとなんと息を吹き返したのです。この小さなキツネは諦めることなく母親を呼び続けていました。人間は信頼できないからです。でもこの人は違います。警察が気づかなければ猛禽類の獲物になっていたかもしれません。救出は困難なように見えましたが、非常に変わった解決策を用意していました。貯水池から助けを求める声が聞こえてきたので調べてみると、2匹の犬が鳴いていました。子犬が先に上がれるようにしています。Welcome back to the life. There she can in, what era? プロのカヤック乗りが出発してすぐ激流に流される鹿を見つけました。岸に上がろうとして何度も失敗しています。そしてついにカヤックに乗せることができました。鹿はこの経験を忘れることはないでしょう。デート中にまさかこんなことに遭遇するとは思ってもみなかったはずです。子牛は怯えていましたが無事助け出せました。この鷹は餌を食べることができず道端に這い出してきていました。野生動物のリハビリセンターのマーティンはそれに気づき、鳥を助けるために最善を尽くしました。しかし残念ながら全てを救えるわけではありません。山火事でこの鹿は家と家族を失ってしまいましたが、消防士のおかげで奇跡的に生き延びることができました。おばあさんはハリケーンに全て、そして友達も奪われましたが、諦めかけていたその時、宇宙からの贈り物が届きます。一番大切なものを取り戻しました。2頭の牡牛が激しく争った結果、角が絡まったまま凍った川に転落してしまいました。共倒れしないためにはチェーンソーの助けを借りるしかありません。このクマは缶詰を見つけましたが、舌が引っかかってしまいました。そして人間に助けを求めるのが賢明だと知っていたようです。幸い人々は恐れることなく、クマのために救助隊を組織します。100
百獣の王がサーカスで暮らした結果がこれです。ボランティアに救出されましたが、飼育は許されません。誰も信用できないライオンは食べることを拒否します。救うにはボランティアと再会させるしかありませんでした。1歳になるアーシャは旅回りのサーカスで発見された時、 13kg しかありませんでした。その後の元気な姿をご覧ください。信じられないかもしれませんが、イノシシが公園に家族連れでやってきました。しかし2匹が中に取り残され、消防署に助けを求める騒ぎとなりました。浮いている鳥の巣はいつも確認しますが、今回はいつもと違いました。2羽のヒナは奇跡的に助かりましたが、水に浮いたままでは絶望的でした。幸い今は新しいお母さんがいます。この猿が自力で岸まで泳げたかは分かりませんが、この小さなジャックスパローは人間をどう使えばよいかを心得ているようです。元気な犬にとって前足を2本失うことほど辛いことはありません。走れるようになった犬の喜ぶ姿をご覧ください。好奇心旺盛なクマが中身を確認しようとしたのでしょうか、頭が抜けなくなってしまいました。森で人に見つけてもらえるなんて奇跡です。男性が雪の中に見つけたのは羊です。雪を掘り返し、なんと3匹も埋まっていました。馬が排水溝に落ち、自力で出ることができません。6種類の道具を使って12人がかりで助け出しました。この男性のサポートがあったからこそ乗り切れたのです。リューサは映画の中だけのものだと思ったら大間違いです。たった数時間で巨大なラクダが胸のあたりまで砂に埋もれてしまいました。そのままでは身動きも取れず絶望的でしたが、幸い気づいてくれた人がいました。誰も凍えたカラスのことなど気にも留めず運命を受け入れます。しかしこの女性は違いました。彼女は鳥を温め、私の心も溶かしてくれました。工事現場で最後に目にするのは鹿です。誰も気づかなければ永遠にそのままでしたが、建設作業員ならではの方法で救出しました。すでに沈み始めていた鹿の赤ちゃんを最後の瞬間に救い出します。真の英雄にとって救う命の大きさは関係ありません。井戸がヘラジカの最後の休息場所になるなんて誰が想像したでしょうか。低体温症で弱ったヘラジカを7人がかりで引き上げます。肉食動物から逃げていたペンギンが動けなくなってしまいましたが、幸運にもこの広大な南極大陸で人間に出会うことができました。嬉しそうな様子をご覧ください。この兵士は重要な任務を担っていました。彼のおかげでコウノトリは1羽でも多くの子孫を残せるはずです。母親が狩りをしている間にヒョウの赤ちゃんが貯水池に落ちてしまいました。助けがなければ再会は叶わなかったでしょう。おかげさまで動物たちは救われました。心に残ったエピソードを教えてください。
いいねを押してもらえるとクリエイターが喜びます。見逃さないためにもチャンネル登録をお忘れなく。ではまた。